どうも、カレオです。今日はちょっと歩きながらやっていこうかなと思いますけど、ちょうど昨日なんですけど、黄斑変性症っていうのがありまして、それは、目の、奥に黄斑変性黄斑っていうところがあるのか、そこに、新しい血管が、できちゃって、網膜でうまく、映像に映せないって言いますかね、ちょっと歪んでしまう症状があるんですけど、なんかその症状を、オクラニに周波数で読み取ってみたら、なんか粉塵鉄粉って言いますかね、金属的なものが影響して血管の詰まりになってるんじゃないかなと、思って、でそれを改善するような、周波数ってなんかないかなと思って、色でちょっとやってみたんですよね。でその方の対応する色っていうのが、藤色というかちょっと紫ピンクみたいなそんな感じの色だったんですけど、その色を、その色をちょっと触ってもらって、しばらくしてたら、なんか目の片目で見ると目の中心になんか黒い点があったらしいんですけど、それがちょっとなくなったっていう風に言ってくれて、見ていますかね、よいしょ。やっぱりその、色の周波数ってやっぱ結構すごいんだなっていうのを昨日ちょっと実感したっていう形ですね。理論的に言うと多分補色なんだと思うんですよね。いろんな症状を出してる周波数の反対の周波数を色で表現してやってみたっていう形になるんですけど、これをもうちょっと詳しく研究というか突き詰めて掘り下げていったら、もっといろんな人の、いろんな方が喜んでくれるんじゃないかなと思いますので、ちょっと色の研究をちょっとやってみようかなと思います。今日は以上っていう形ですね。ではまた。